Riverside Radio 優雅のリバーサイドラジオ。皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは。シンガーソングライターの優雅です。リバーサイドラジオ第19回目ということで、今日も、机の上にてんちゃんがいて、YouTube でも配信してます。いたずらしながらやるからちょっと不安なんですけれども、今日はですね、約8ヶ月ぶりの新曲がリリースされました。わーい、サンセットという曲が配信されました。皆さん聞いてくれましたか？まだの方はぜひこの後聞いてほしいなと思うんですけど、とってもね、この時期の夕暮れに合う曲ができてぴったりだなっていう感じで嬉しい限りなんですけど、今日はそのサンセットという曲のお話をしようかなと思ってます。そう、サンセットはね、去年の暮れですかねから曲を書いていて、もうねずっと本当に前の回でも話したんですけど、本当にずっと家にこもって人生初の打ち込みをしながらね、いろいろ試行錯誤してたんですけど、なかなかこういい曲ができなくてね、本当に頑張りってね比例しないよねっていう話をこの間もしたんですけど、そうで、レコーディングが決まってて、でそこにねめがけて曲を書いていったんですけど、なかなかこうバンドでこうやりたいその曲調みたいなのがあって、もともとでそこをね目指してたんですけど、こうなかなかこう自分が思うような曲ができなくて、それで岡田くんが神の手を差し伸べてくれて、岡田くんがトラックを作ってくれて、でこれすごくいい曲だからってことでメロディーと歌詞を私がつけてサンセットという曲ができました。なんかもうね、多分聞いてもらった方は分かると思うんですけど、本当にこう岡田くんのこの音の作り方もそうだし、魔法バンドが今回も一緒に演奏してくれてるんだけど、なんかこう本当にみんなでこう一段グッと上がった感じで、今回エンジニアで笠井俊彦さんが入ってくれて、初めて私は自分の作品ではご一緒するんですけど、そう、岡田くんとのね森は生きている時代からのつながりっていうこともあって、やりやすいし、やっぱり素晴らしい、笠井さんの音作りも素晴らしいから今回はちょっとお願いしたいっていうことでご一緒したんですけど、本当にね私こんな歌うまいって思うぐらいね、なんかこう笠井さんのこのボーカルの処理とか、岡田くんの本当にミックスもね本当に素晴らしくって、ちょ、てんちゃんそこ出たらやだやだ、マイクにぶつかります、はい、ごめんなさい。そう、もうねなんか結構最強じゃないっていう感じで、とてもねいい曲ができたなって思ってるんですけど、なんかこう最初のさ、こうキラキラした感じもなんかこう本当に夏のこう初夏のこう夕暮れ時がなんか見えるなっていう感じで、その曲ができた時っていうか、こう岡田くんからそのトラックが送られてきた時もすでになんかこう夏の気配があって、こうでその歌詞とかそのメロディーをまず考えたんですけど、そのメロディーを考える時もなんかすごいこう
本当に夏の初夏の夕暮れ時がこう目に浮かんで、それでメロディーもこう作っていって、で歌詞をねその後に載せたんですけど、その結構こうずっと私手書きで結構書いて文字を書いてたんですけど、でまあそれがこうスタイル的にも好きだし、そうずっとやってたんですけど、なんかまあ結構煮詰まって12月からね作曲してて、こう結構煮詰まってたし、ちょっと違うことしてみようと思って、そのパソコンでこう歌詞をこう書いたんですよね。こうカチャカチャこうしてて、なんかこう友達にこうメール、まあ今時メール送るっていうのもあんまりないけど、でもこうなんだろう、手で書くよりもっとこう話しやすい話し言葉みたいな、こうなんだろう、ライトな言葉がこう浮かんできて、でなんかすごくこうピタッとはまった感じがして、それでそこからパッと書いたんですけど、なんかその夕暮れ時の景色からなんかどういう曲にしていこうかなってこういろいろ考えた時に、なんだろう、なんかこうその夕日がこう暮れていって、その時にこうもう本当に全部が美しく見える時ってあるじゃないですか。なんかこう日々が叫んでますけど、なんかなんていうの、こうオレンジ色にさ染まってさ、なんかもう葉っぱ、もうちっちゃい葉っぱとかにもこう日が当たったり、そうすごく無機質なビルとかも夕日が当たることによってなんかすごくこうなんだろう、本当に美しく見えたりするでしょ。もうなんかとにかく全てが美しく見える時間帯だなと思って浮かんだのが、でなんかそういう時にこう誰かと、例えば好きな人とか、まあ、大事な人と一緒にいられたとして、私はこう性格的に本当にもう絶対もうこれは大丈夫でしょうっていうなんていうのなんかこれはもうあと一歩で絶対いい感じでしょうっていうなんか場面があったとしても、こうなんだろう、恥ずかしくなってしまって、自分がねなんかそこでこうアクションを起こしたり、その気持ちを伝えたりするっていうことがなんかこう一歩引いちゃうんですよね、自分の中で。そうで、なんかそれってすごいもったいないなって思って、なんかみんなはどうか分かんないけど、でも私みたいなこうなんかこう一歩あと一歩なんだけどそれがいけないみたいな時に、なんかやっぱり本当に美しい景色の中で本当にこう愛おしい人と一緒にいて、でそれってすごく幸せなことじゃないですか。でなんかそれをこう自分のなんかこうなんだろう、シャイな性格とか、なんかこう不安、ちょっと不安な気持ちとかのせいで、こうなんかそれがもっとさらに良くなるはずなのに、それがこうなかなかうまくいかないみたいなことが私は多かったから、なんかそこでこう一歩何かアクションできなくても、こうなんだろう、それを素敵な時としてなんか無理なくこう自分のありのままというか、こう自分が心地よい状態でなんか思う存分その時間をこうギュッてハグできるような、なんか優しい曲、なんかこうなんだろう、背中を押すじゃないけど、なんか何もアクション取れなかったとしても、なんか本当に存分に楽しめばいいんだよって、なんかそこでこう自分をねえ、なんか自分なんてって思う必要ないし、もうその瞬間そこに誰かが、大切な人がいて、そういう美しい景色の中で一緒に時間を過ごせてるっていうことがもう全てだよ、一番素敵じゃんって言いたくて、書いた
曲ですね言葉はなんかそう本当に景色からなんかあこうなこういう景色でこういうなんか人たちに聞いてもらえたらいいなってすごいビジョンが見えて作っていけたのでなんかすごい楽しかったしなんか友達にこう友達と話すみたいになんか言葉を選んでねなんかなんだろう割とこう私の歌詞って基本的に言葉が少ないんですよね多分もともとそのメロディーを書くときからのその感じもあるんだと思うんだけどだからね今回割とメロディーからこう口ずさみやすいやこうものを考えながらあの作っていたから結構言葉数もね多くはめんまあその中でもこれはそんなに多くない方なんだけどあのなんかね面白いなんかちょっと B メロなんかブリッジみたいなこう不思議なあのところがあってなんかわかるかななんて言うんだっけくれていくのを焦らして止められたような眺め青いだ空は明るくやすやすしい星流れくれていくのを焦らして止められたような眺めみたいなところがあってもうそこもなんか言葉をはめるのがすごい楽しくてよそよそしい星って自分の中ですごいツボなんですけど確かになんか明るい空にあのなんかこう光ってる星ってよそよそしくあごめんなさい天ちゃんの星なんかよそよそしく見えるなと思って結構私は大好きポイントなんですけどこの歌詞が皆さんなんか楽しく口ずさんでくれたらいいなと思ってこれカラオケ入るかなカラオケ入ってほしいななんか歌ってほしいここ楽しく青いだ空は明るく歌ってほしいよみんなそう今日今回ねアーシャとジャケも新しくなっててあジャケは新しいかそうアーシャも新しくなってて今回ももう何年撮ってもらってるんだろうかでも旅路の後からだから2016年ぐらいかから撮ってもらっててね広田達也さんっていう私の夫なんですけれども YouTube の映像もいつも撮ってくれて編集してくれてるんですけどパンチっていうあだ名でねそうパンチとあとはスタイリストさんのカホさんですねカホさんもすごい長いお付き合いで本当にもうこの世の善を集めたような人なんですけどでメイクはうつぎさんうつぎさんはキネマクラブでライブした時からのお付き合いでもう本当にねもうカホさんとねあっこさんうつぎさんはね本当に穏やかでねなんか面白い二人なんか天然なのかなんだろうなんかね独特なこう空気感でなんかすっごい優しくって心がなんか豊かな人たちでアーシャもジャケットもジャケシャも撮ってなんかいい撮影すごいいい撮影だったんですけどそれも長野の方の宿に行かせてもらってでそこでこう自然に囲まれながらでもなんか今回は結構こう自然の中で私がいるっていう感じよりかはなんか前はねともし火の時とかはあれはプライベートで五島列島長崎のね五島に行った時に撮ってもらった鬼岳さんで撮ってもらった写真もプライベートで撮った写真をアーシャとしてずっと使ってたんですけど夕暮れ時のねすごい
でもすごいこう自分の音楽がこうその時の自分の音楽が見えてくるいい写真だなと思って使わせてもらったんだけど、なんか今回はもうちょっとそこよりなんだろう、もうちょっとパキッとさせたいっていうか、なんかこうクールな、クールだけどなんて言うんだろう、もうちょっと大人にアップグレードさせたみたいな感じで撮りたいなと思って、そう、それで今回は室内でね撮ったんですけど、なんかすごい、そうパンチの写真も、なんかまあ手前味噌になっちゃうのかなこれって、でもなんかすごい、まあ、関係性、まあ、があるからこそ撮れた写真だなと思うし、私も本当にそんな写真とかさもともと苦手だからさ、なんかなんだろうね、なんかやっぱり気が知れてる、気が知れてるっていうか、まあ夫婦だからあれなんだけど、うん、でもなんかそれ、そういう関係性があるからこそ撮れた写真だなって思うし、今回のそのサンセットのジャケットもなんかそこをなんだろう、あの宿が宿なんだけど、もともと写真別の場所で撮ってて、でなんかそのパンチ側にこう光がパッて入ってたんですよ、そのベッドの方に。で、あここ綺麗だねって言ってそこで、ベッドにこう寝転びながら撮った写真なんですけど、なんかすごいこう夕日感もあるし、なんかそのサンセットの歌詞の中でも今重ね合う瞳の奥を泳ぐ気持ちかって、なんかすごい目線が割とあるような感じだったから、うん、なんか今までなんかがっつり目線あって写真撮られて、でそれを何かにするってあんまりなかっ、あったと思うけど、でもそんなにこうイメージとしてあんまりない感じだったから、なんかこれも新たな試みっていう感じで、ジャケこれにしようっていう感じで、なんかこう歌詞とのリンクもしてたし、すごいいい写真だなと思って、なんかこう自分のそのアーシャンもそうだけど、なんかこう本当になんだろうな、なんかね全然なんかこう何がなんか自分の中でこう自分の顔が好きとかなんかやっぱり思って生きてこなかったけど、でもなんかあのアーシャとか見てなんかうわ私本当にちゃんと、もう本当ちゃんと生きてきたんだなって思って、なんかすごい嬉しい写真だったんですよ。なんかこう嘘がないし、なんかいやズルしてこなかった、もうズルしてこなかった、私ちゃんと全てのことを頑張って戦いながら生きてきたなっていう、こう自分のね葛藤と、なんかその32年間のなんかそのなんか本当にちゃんと生きてきたなっていう感じがなんか出てて、なんかあ自分今の自分一番好きかもって思えた写真で、なんか今回のその作品も、うん、なんか自分を肯定できる、うん、なんかこうね、セルフラブっていうか、こう自分のこと愛そうとか、なんかそういうなんかこう啓発的なことじゃな全くないんだけど、なんかこうその自分の何か見た目とか持ってるものとかに自信を持つっていうことじゃなくて、自分がどう生きてきたか、どうやって人と接してなんかどうやって人に接してもらって生きてきたかっていうところになんかこう自信が持てたっていうか、持てるっていうか、なんかやっぱりそういうことでなんかねえ、そういうことじゃないですか。だって物だったらさあが、もしかしたら頑張って買えるもの、誰だって買えるものかもしれないし、なんか顔もさ、なんかもちろん美しい人っていっぱいいるけどさ、なんか
その美しい人もそうやってその人の裏にどう裏がこうどういう人生があったかっていうことが一番現れるでしょう。だからなんかそういうことが大事なんだなと思って、なんかそうなんかちゃんとこう、うん、なんか人生のシワみたいなものがなんか見えて嬉しい写真でしたね、うん、パンチはさ、このまあラジオ、このポッドキャストもなんかパンチがいややったらいいんじゃないみたいな感じで言ってくれて、で YouTube その映像をその何ポッドキャストをやってる人ばっかりじゃないから、その YouTube でも見れる方がいいんじゃないみたいな感じで、そう毎回映像撮ってくれてるんですけど、パンチもねなかなか多分面白いとか言って面白い人間だからね、なんかあのゲスト会とかでさなんか話してみたい、なんかね、いつもね私の寝起きのゴリラみたいな写真しか撮ってくれないんだけど、でもなんかやっぱりそのパンチと出会ってからのその意識の変化っていうのもすごい大きかったから、なんかそういうのも含めてゲスト会で夫婦対談全然需要なさそうだけどなんかやってみたいなって思いますね、うん、サンセットの話からちょっとまあアーシャとねジャケットの写真の話をしてちょっと話がそれましたけど、なんかたくさんこの夏いろいろ聞いて、なんかいろんな景色の中でいろんな人となんか聞いてほしいなって思うし、なんかどんどんみんなのものになっていったら嬉しいなと思います、うん、ねえてっちゃんこの後もねいろいろないろいろが出てくると思うので、皆さん楽しみにしてくれていたら嬉しいです、このリバーサイドラジオもねあれですよ、皆さんお便りあるんですよ、お便りのメールがね設けてるんだけど、全然ね何通かいただいたんですけど、まだまだね感想とかお便りなんか何でもいいよ、なんか悩み相談でもいいんですけど、私に言いたいことがあったらなんか全然気負わず送ってほしいなと思います、うん、だからいろいろ皆さんも聞いて楽しんでいきましょうっていう感じで、今日はサンセットのお話でした。ちょっとでもなんかサンセットの裏というか制作過程が見えてきたらいいなと思います。皆さんありがとうございました。また各週でお届けできるように頑張りますので、それまで皆さんお元気で楽しんでこの梅雨入り前楽しんでいきましょうね。ありがとうございました。優雅でした。